吉野家が黒くなって営業時間は7時からだったらいいんだけど、あと15分です。15分か。じゃあまくってから行くか。どうする？だってこの辺りどこも24時間営業はねえんだよね。うん、マックはどうだったっけ。マックどこだっけ。306のあの上の丘の上です。ベーシックの方向かっていく感じな。行ってみる？ああ、マクドも7時から。ああ、まあ、着いたらちょうどいいぐらいか。うん、つか何、マクドで7時からって遅くね？いや、もう今そういう時代なんですよ。いや、きついって。俺みたいに朝5時出勤とかやってる人間からすると、せめてマクドやっててくれ。大丈夫、右に迷うよ。別に映すものもないから、迷ったところでただあれなんだけど。まあ方向的にもう戻る方向になるから、あのここのなんだっけ、この亀山城を登ってく感じの。じゃあもう一つ先か。この次を曲がっていく感じ。この進行の次だよね。ここじゃないかな。ここ。ここ曲がる？うん、ここ曲がる。ドライヤーなし。あ、ドライヤーなしだ。ついてないらしい。マジか。まあ、使わんけど、うん。ドライヤー使う？あれ？いや、使う使う。いや、ドライヤー使うでしょ。もう使わなきゃあんなハゲちゃうよ。ハゲちゃうね。気にしてたよ、ごめんね。多分大丈夫だと思うんだよ、うち。あのね、父方の遺伝だと、もう完全アウトなんよ、うんうん、もうあの予定調和で絶対決まっとるんやけど、うん、うちって母方は、うん、あのふっさふっさなんよ、やったんよ、うん、ふっさふっさの家系で、うん、髪質がうちどっちかというと母方の髪質なんよ、うん、だから大丈夫じゃねえかなと思ってんだけど、うん、あとガソリン入れてきねえわ、うんうん、髪乾かさってやっぱ痛むよ髪。タオルガシャガシャでいいや、うん、短いし。一つね、相談があってさ。はい、何事ですか。10月切符2回分ね、はい、手に入れたんですよ。ほう。もう10日までのだよね。だからね、うん、まあ、急遽、ほぼ急遽なんだけど、うん、10日までに2日分どこで使おうかなって今考えとって。おお。一定的に8、9、10とどこ行こうかなと思って、うん、はい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 。今のところまあ何もイベントないのよ、行きたいイベントとか。うん、でいつもさ、あのね、アニメのイベントとかライブとか、ね、野球とかさ、うん、だけどちょっと今回割と急遽なんか手に入れてたって、うん、どこ行こうかな。どこがいいだろうね。
もったいさとか考えたけどさ、きつい、うん、インパクト使えるきついね、うん、あ、本当だ、まだ開いてないんだ、しまった、うん、その年7時からだ、うん、あと10分、10分だね、多くは24時間やってね、ここはもうやってない、24時間じゃなくなった去年ぐらい、神山大丈夫か、そう、神山なんもないんだよ、あの神山の加速はえぐいな、うん、これどこ行くの、ああじゃあベーシックで俺からですもんね、あのベーシックの向かいのビッグもやってねえのか、マックスバリューも、マックスバリューも7時からできますか、あー寂しいね、ベーシックも高くなったな、なんかベーシックのお寿司とか特にね打ち付けだったけど、うん、昔、うん、今とてもとても普通のスーパーの値段になっちゃった、あ、そうなんや、うん、じゃあもう弁当とかももう今は普通の値段なの、お弁当安い、お弁当安い、うん、まだ250、270円、あー、まあ頑張ってんだ、弁当や、うん、あるし、うん、やっぱ丼物安いし、うん、丼はねまだ全然安い、そう、今あの企画立ち上げで、うん、唐揚げ弁当の一番を決めるという企画を耐久戦やっておりまして、うん、唐揚げ弁当を見かけたらとにかく唐揚げ弁当を食べ続けるという、食べ続けるというか、まあ別に食べなきゃいけないみたいな縛りにはしてないけど、うん、いろんな唐揚げ弁当を食べて最高の至高の唐揚げ弁当を見つけようっていう、うん、そう、ベーシックもね行かないといけんなと思ってて、この辺で U ターンすればいいの、そうだね、いや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 、そのユーターだけしたら遠慮しちゃうじゃないですか、この価格ならわからんくない、おっと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 、わかるか、おっと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 、まあ編集で何とでもなるよ、はい、いや真面目な話ちょっと遠慮しいでってことって、うん、4回切れるときゃ買った、やっぱ高いなこっち、高いね、163か、高いなしまったうち一昨日コスモで148円で入れたよ、俺も149円でこの前入れた、うん、セルフじゃないのかここは、あっちだ、あー、あの奥の奥の井出水だったから井出水がセルフだ、うん、家とかあるしなきゃいけない、ちゃんと行動ない、行動でもないのかな、ここ、うん、しょ、大丈夫、困りは効く、効けーだからね、よいしゃー、しよ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 し、何がよしよしなのかよく分からんけど、よしよしよし、朝の渋滞が始まるよね、そうなんだよ、そうかそうかそうか、セルフじゃなかったらね、フルサービスだとそれは163円するわ、あ、こっちで100、あ、でも157か、もうちょっとね、うーん、うーん、営業時間不思議だね、ここ3時から2時なの、3時から2時なんだ、朝の3時にオープンしてだから23時間営業なんだ、展開中に容器展開、トイレはこちら、給油してきます、はい、ごめんね、エンジン切るよ、うん、うん、さすがにね炎上したくないからさ物理的に